ある中学校である男女が恋人となり、イチャイチャして些細なことですれ違い、ときめくことより苛立つことの方が多くなって、卒業を機に別れた。そして高校入学を目前に二人は、私たちは思いがけない形で再会した。水戸、お前の兄弟になる危うい夢さんだ。はいはい、僕が悪かったです。姉さん、そういうことすぐできちゃうところが嫌いだったのよ、クソお兄ちゃん。ゆめちゃんとイリド君ってただの兄弟なんだよね。ああ、ただし義理の。そう言うなよ兄弟。君と兄弟になった覚えはない。二人は兄弟なんだよね。ええ、悪かったわね、ブラコンで。それでは水戸くん、靴下を履かせてください。水戸くんって。兄の友達に嫉妬する妹はキモいだろ。ちょっと心配するな、君がキモいのなんて2年も前から知っている。ちょっと待って、こんなの私が誘惑してるみたいじゃない。まだお互いに好き同士、そんな元カップルが兄弟に。一つ屋根の下で巻き起こる甘くてじれったい悶絶ラブコメ、テレビアニメ「ママ母の連れ子が元カノ」だった。7月放送開始。